皆さんこんにちは。のっちこと野田ありさです。ファンタシースターオンライン2プロデューサーの酒井さとしです。ファンタシースターオンライン2野田ありさの3つの革命体験 TV という、はい、番組 で、そうなんです。私がいろいろ体験したことを元に、はい、番組を進めていこうかなと思うんですけれども、はい、ファンタシースターオンライン2ついに、はい、先日アルファテストが行われまして、はい、そちらの魅力についてどんどん迫っていこうと思っているんですけども、はい、まずは酒井さんお久しぶりでございます。久しぶりです、そこですか。お久しぶりでございます。はい、のっちにはね、これまでファンタシースターポータブル2から、はい、いろいろとねお手伝いをしてきてもらったんですけどもね、今回もはいお手伝いをしてもらおうという、よろしくお願いします。グラル太陽系から呼び寄せたわけですか。グラル太陽系から、はい、はい、そうなんですよ。ファンタシースターオンラインシリーズ、はい、もう今年で10周年、今年でファンタシースターオンラインが、リリース発売されてから、はい、今年というかもう10周年過ぎて今年12月11年おお。ね、その10周年記念作品として、はい、ファンタシースターオンライン2もうどんどんこう進化していっているわけなんですけれども、ズバリちょっとこうファンタシースターオンライン2ってどんなゲームなのか教えてください。うん、それはですね、やっぱ3つの革命っていうのがありまして、はい、その3つの革命とは、はい、無限の冒険、オンライン RPG 最高峰のアクション、そして究極のキャラクタークリエイト、この3つのゲームコンセプトを柱に、はい、ファンタシースターオンライン2は作られているわけです。もうまさに3つの革命、はい、この番組のタイトルでもあります。はい、はい、でここを分かりやすく解説した PV をちょっと作ってきましたので、はい、まずはこちらをご覧ください。はい、それでは VTR スタート。2000年コンシューマー初の本格オンライン RPG が誕生、ファンタシースターオンライン。英雄は一人じゃない。オンライン RPG のパイオニアは立ち止まることなく歩みを重ね、そして10年、我々に必要なものは過去ではない。さあ今こそまさに新たな旅立ちの時、ファンタシースターオンライン2。RPG に冒険はあるか。本物の冒険はここにある。目指すは無限の冒険。いつもの道など存在しないランダムフィールド、突発的に発生するハプニング、挑戦するたびに新しい冒険、インタラプトイベント、突然の出会いがドラマを生み出すマルチパーティーエリア、オンライン RPG 最高峰のアクション、敵の懐へ華麗に飛び込めジャンプアクション、技を生み出す快感、オリジナルコンボシリーズ初、ターゲットを狙い撃て TPS スタイル、究極のキャラクタークリエイト、世界にただ一人の冒険者は選ぶのではない、作り出すのだ。新たな宇宙、新たな出会いが君を待つ。全てがパイオニアとしての魂の継承、新たな10年への挑戦、さらなる時代を刻むため集え冒険者たちよ、ファンタシースターオンライン2。終わりなき冒険を今再び。わー、すごい、すごい迫力ですね。ね、いろんな進化がね感じられたんじゃないかなと思いますけど。うんうん、
もう私今 PV 見ただけなんですけれども、うん、すっごい気持ちが高ぶりました。はい、はい、それで、はい、私この間アルファテストに参加してきたんですよ。そうですね、はい、はい、この間行われたアルファテストにどっちも参加してもらって実際にプレイしてもらったを今回番組で紹介しようということですよね。はい、はい、あのそもそもアルファテストってなんだろうっていう方もいると思うんですけども、はい、そうですね、はい、やっぱコンシューマーのゲームでアルファテストっていうのはあんまり馴染みがないかなと思いますけども、うん、ネットワークゲームでは結構アルファテストってやられてると思うんですよ。なるほど。今今回なぜアルファテストをやったかというと、はい、まあ、あの新しいシステムがたくさんあるっていうのと、うん、やっぱりそのたくさんの人数が入らないとわからないことってたくさんあるんですよね。そういう意味で新しいシステムを皆さんに体験してもらって、はい、その新しいシステムに対するご要望とかご意見とか、はい、そういうものを集めてより満足度の高いファンタジスタオンライン2っていうものを作り上げるためにご意見をいただこうっていうのが趣旨っていうのと、はい、たくさんの人に結構ね何千人何万人という人に集まってもらって、はい、その状況でしかわからない、ね、不具合とか、うん、そのサーバーの負荷っていうものを、測ろうっていう、はい、その2つの大きな目的があって、はい、まあ、アルファテストっていうのをやってみました、まあ、ただやっぱりその、はい、ある意味未完成というか、はい、完成した状態じゃない制作途中のものなので、うん、そういう意味ではクオリティが達してないものとか、はい、ボリュームがまだ足りないものとかっていうのはたくさんあるんですよ。うん、なんで、まあ、今回ご紹介はしますけども、はい、そのご紹介したものが全てではない、うん、しこれからの皆さんのご要望をいただいて、はい、変えていく部分もたくさんある、うん、っていうことを前提に今回の番組はぜひ見ていただければと思います。はい、もちろんアルファテストに参加された方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、残念ながら参加できなかったよという方もそうですね、たくさんいらっしゃると思います。そういうあなたのために私野戸有沙がアルファテストに参加した時の映像を今日持ってきましたので、はい、酒井さん一緒に見てくれますか？そうですね、一緒にポイントみたいなのを解説しながら見れればなと思います。はい、はい、じゃあぜひいろいろ教えてください。はい、それでは VTR スタート。よし、じゃあキャラクターを作りたいと思います。はい、そういうことで、はい、まずキャラクターを作るところですね。キャラクタークリエイトからちょっとこっちプレイしている画面を見ながら解説していこうかなと思うんですけど、はい、まあ、ノッチ的にはどのキャラクターが一番惹かれるとかありますか？今日は私はでも自分にちょっと似せて作りたいなってこの時は思ってたので、はい、ヒューマンでやりました。みんなやっぱりね、女の子のキャラクターが作りたいなと思ったみたいで、はい、あ、そうなんですか。アルファテストでは女の子が7割というすごいですね。そんなにですか？しいっぱいあるぞ。多分男性のプレイヤーの方も、うん、多いと思うんですけどそうですね、まあ、キャラクターは女性で、まあ、キャラクターは女性っていうね。そうなんですね。この子で、まあ、ハンターレンジャーフォースの中から今回ヒューマンのハンターをこっちは選んでくれましたね。はい、簡単編集、簡単編集っていうのとこだわり編集っていうのと、まあ、今回あるんですけど、はい、簡単で、大まかなキャラクターのイメージを決めてもらって、はい、こだわりで、より詳細を選んでもらうという感じで、はい、キャラクターというと進めてもらえばなと思うんですけど、はい、これはもう、髪の毛こだわり編集始めてますけど、はい、そうですね、例えば、はい、もう本当にこだわって作りたい方は、うんうんうん、もう簡単編集をすっ飛ばしていきなりこだわり編集で髪型を決める方もいらっしゃるってことですよね。そうですね、いろんな感じで今日変わった目にこうプルプル揺れるじゃないですか。そうなんですよ。今日はいつも可愛いです。2点なのでじゃあポニーにしたい。これ私も作ってる時にちょっと楽しくなっちゃって、はい、ちょっとすごい揺れる、すごい揺れる動きを楽しんですごい、これすごいリアルですよね。うん、まあ、なんかやっぱり、はい、揺れ物がちゃんと揺れるっていうのが人間みたい、リアル感をすごい出してくれる。髪の毛の色、今回ちゃんといろんなとこが揺れるようにっていうのはこだわって作って、普段できない色がいい。ここではありますね。髪の色とか
はい、細かく変えれるんですけど、はい、結構みんな気づかないのが横のバーでサイドを変えるんですよ。緑、あー気づかなかったです。私もすごくあのもっと地味な色にしたいっていう時は、はい、このサイドのバーを下げてみれば、はい、次いきます。もっとくすんだ感じの色とか、背景を編集する、もっと明るい感じの色とかできるんですけどね。もう髪の色だけでも無限にありますね、うん。今度は体型を変えてます、はい、体型もベースが何個かあって、そうですね、10個のベースの中から選んでもらうんですけど、はい、うん、とりあえずこれにしよう。肌の色でもこの後からもう本当に変えられるじゃないですか、うん、肌の色にしてもそうですし、色白だったり、そうですね、健康的な感じだね、この辺は。あの肌カラー設定の上の方にあるサイコロは何なんですか？あのサイコロはランダムで全部サイコロがうまくついてるんですけど、はい、適当に選んでくれる、あお任せみたいな。迷っちゃったらそれで靴下が今使ってますこの辺、ほら、やっぱ体型の編集っていうのがすごい、あの今回体型の調整細かくできる、はい、まあ、もちろん顔もすごく細かくできるんですけど、はい、体型がやっぱりかなりこだわりが出るところですよね。185、私は152センチなので、で、まあ、でこれまでのシリーズだと、はい、やっぱり身長のどれくらいかっていうのをすごく見たいっていう意見も多かったので、右の方にある身長の数字を出した、細かく決められるように、はい、確かに数字が出るのはちょっとびっくりしました、うん、私も。これ自分の身長に合わせたいとかあるでしょ、もろ私合わせてますからね肩幅が広くなったり、そう、私びっくりしたのが、だいたいこう体型を変えるっていうと、まあちょっとぽっちゃりしているか痩せているかだけかなと思ったんですけども、体のバランスまで変えられるんですね、そうですね、割とこれまでのシリーズだと、はい、そういう大雑把っていうか、まあ、全体でこれぐらいの体型っていうようなところまでしかできなかったんですけど、はい、今回もそれをパーツ単位というか、胸だったりとか手だったり足だったりとかっていうところまで全部できるようになったっていうところが細かいポイントですね。はい、次に行きましょう。バストの調整、特に女の子の場合はバスト、そこまでここポイントですよね。バストはポイントです。ちょっとやってみましょう。さっきの PV にもちょっと紹介されていましたけれども、うん、これを考えたのは酒井さんなんですか？長さえまあ、バストはでも大きくしたり小さくしたりってやっぱ多分印象違うんだよね、個人の思考っていうか、はい、こういう風になキャラクターが欲しいっていうのがあるんでしょ。特に女の子の作りを作るようにすごくそういうところがあって、その辺をなるべく反映させてあげたいな。ちっちゃくなったり、私もあの同じ女性としてちょっと楽しかったです。これ作っている時ちょっとあれだね、胸の形みたいなのがね、やっぱり、はい、テレビみたい、個人個人漫画みたい、こういう形がいいっていうのがすごいあるんですよ。だから多分これでもまだもっと、はい、もっといじれるようにしてほしいとかっていう意見はねきっとあると思います。高さが、まあ、おー、ちょっと上向きの方がいいんじゃないの。すごいこだわり編集ですね、本当にこだわってますね。これ男子は嬉しいんじゃないの。電車線は嬉しいんじゃないのすごい人ごとな感じですね、はい、腕の長さはどの辺なのかな、人間は。腕も、はい、腕とか足とかがいじれるっていうのは結構細かいポイントなんですけど、はい、やっぱその、なんて種族じゃないですけど、太ももぐらい、はい、背景をいじるときに関節の位置がこうどの辺にあるかみたいなのって実は結構重要だったりして、はい、それを変えることでこう人種の違いみたいな、あ、体型自体のその属性の違いみたいな、はい、アスリートっぽいのかとか、うんうんうん、その辺も再現できるので、やっぱこの辺があるとすごく
面白い。こんな感じにしとこうか。こんな感じかな。オッケー。次、足。足。確かに手と足の長さをちょっと変えるだけでもだいぶイメージが変わったりしますよね。そっか。すごい細いキャラクター。ちょっと私すごい細いんで。足。キャラクター。多分私の理想もだいぶ入ってると思います。ちょっとこんなスリムだったらなと。さあ、3種類で今回はキャラクターが、はい、コスチュームがですね3種類ぐらいしか選べないんですけど、はい、実際にはもうちょっとたくさん選べるようになりますし、これが一番体重力も着替えとか、はい、コスチュームを変えることもできるようになる。しょ、まあ、今回はあのアルファテストで1回選んだらその後変えられないようになってましたけどね、はい、うんうん、アクセサリーがまた3つまでつけられる。あ、これもかわいい。そう、すごいそれびっくりしました私。で、すごいのはなんかメガネオンメガネみたいなのもできるっていう。え、そうなんですか。ちょっとやってみればよかったな。帽子かわいいね。帽子しようか。本当はね、はい、できないようにしようっていう意見も当然あると思うんですけど、でもやっぱりユーザーさんがやりたいというか、そういう自由度制限しちゃうのはどうなのっていう意見も当然あって、なんでまあ今回は自由につけられるような感じにしてあります。見えるかなみんな。まあボイスも今回は結構な数を用意しつつ、さらにピッチを変更できるようになってるんで、はい、いろんな自分が理想にしてるようなボイスを、ね、選んでもらえればと思いますけど、声なしっていうのもちゃんと選べるっていうところは、ね、割と声なしより選べるようにしてほしいっていう意見が多かったんですよ。うん、あ、でも確かに戦ってる時にすごいこう BGM が聞きたいのにっていうのはありますね。僕のキャラクターは声を出さないのがいいんですよ。私これ作るのにも結構時間をかけたんですけれども、はい、ちょっと多分これだけで何時間も遊べますよね。キャラクタークリエイトで、ね、このキャラクタークリエイトだけできる体験版が欲しいとかっていう意見がすごいたくさんいただいてるんで、なんかね検討できればいいですね。名前入力、名前はこれ、このキャラクターを、はい、キャラクターを作るとなんか冒険行きたくなるじゃないですか。うん、なる、ね、なります。このキャラクターが活躍してることを見たくなる。見たい。でキャラクターを作成します、ね、よろしいですか。よろしいです。よし、はい、ということで、はい、ロビーに出ました。そうですね、ようこそアルファテストへみたいな。あ、ほんと左側の店員のリサさん、いらっしゃいませ、ね、こんにちは。これはアイテムショップ。そうですね、ここまあ全体がロビーというかシティというか、ロビー兼シティみたいな、たくさんの人が入るスペースなんですけど、今お金持ってないから買えないや。まあ、ここでアイテムを買ったりとか武器を買ったりとかっていうのができるようになってます。アルファテストはアイテムショップと、こっち側にはもう武器のショップしかないんですけど、まあ実際にはもうちょっといろんなショップができるようにアイテムを買うなってますね。モノメイト、武器を買う、アイテムを売る。最低限のものしか売ってないですけどね今は。ここでも買い戻しもできます。これ私所持金がゼロなので何も買っていませんが、そうですね、はい、最初はね、あの所持金何もないので、ちょっと冒険に出てもらって、はい、お金を稼いでもらうっていう、ね、基本にはなるんですけど、このロビーもすごい結構広いですよね。そうですね、まあ、結構たくさんの人数が入れるようになってるんで、はい、まだでもちょっと狭いっていう意見もあったので、どうしようかなというのを思ってるような状態ですね。まあ、ここはなんかロビーの中でもちょっと劇とかステージ的な役割をするようなところなんで、ここでなんかちょっとね、寸劇やってみたりとか、いろんなパフォーマンスできたりとかっていうのも考えられるといいですね。今ちょうどそのモニターには、ね、いろんな映像が流せるようになっているので、お、今は PV が流れています。そうですね、はい、
ここだね。でこのスペースの、はい、外の側にはですね、この右の扉って言ってみた方がいいですか。クエストを受ける側のロビーみたいなのがあるんですよね。じゃあこっちはシティだとする。後ろの扉から、はい、行こう。クエストカウンター側の感じですね。ちょっと行ってみましょう。はい。ここにもたくさん NPC 的な人が来ている。いろんなことを教えてくれます。ここはスキルカウンター。でスキルカウンター、はい、今たどり着きましたが、うんうん、でこれはどういったところなんでしょうか。あのハンターとかレンジャーとかそれぞれのクラスがあるんですけど、クラスが持ってるスキルっていうのがあるんですよね。で、まあ、いろんなことができるようになっていくんですよ。そのポイントをためレベルが上がるとポイントがたまっていくんですけど、はい、そのポイントを使っていろんな新しいことをできるようにしていくようなシステムになってまして、まあ、今ガードの下にジャストガードっていうのがありますけど、はい、いきなりジャストガード全部できるようになるとジャストガードちょっとあの頭がこんがらがっちゃって、もうできること多すぎて覚えられないよってなっちゃうんですよ。すごい練習した。で自分がプレイしたいスタイルみたいなのもありますよね。はい、防御中心にやっていきたいとか、はい、もっと攻撃をすごくできるようにしたいとか、そういうのをいろいろこのスキルツリーっていうので自分の、はい、成長させたい方向、やりたいスキルに合わせてそのスキルポイントを割り振ってやってる。このぐらいやってたら、割り振れるんですね。そうそう。あなるほど。スキルポイント全部こう割り振って全部が覚えられるわけじゃないんで、はい、まあ、うまいこと自分のやりたい方向のスキルに割り振ってもらうっていう感じですよね。レベルによって覚えられる技とかも増えていく、うん、そうですね。覚えられるスキルがもっとどんどん増えていくような感じになりますね。クエストカウンター。で、ここで一番重要な施設っていうのがクエストカウンター。クエストカウンター。他にも閉じてる施設とかあるんですけど、じゃあ何が入るか気になります。本当にクエストカウンター。カカリン、どのクエストにしますか。お基本的にはここで、はい、このクエストカウンターでクエストを受けてもらって冒険に出発するいけるんですねっていうのが基本になるので、ここが全ての入り口的な、かっこいい、ここからです ね, ね。だからすごいやっぱり人がたくさんいつもいる場所ですよね。うーん、今はねあの人のいないところでちょっとやっているので、うん、ここは何だろう。はい、これは、はい、倉庫、これ倉庫ですね。はい、あのセガ入りごとに倉庫っていうのがあって、この中にじゃああのここの中にアイテムを入れておくと他のキャラクターと共有できたりとかするわけです。へー、共有できるんですか。うん、これまでのシリーズでいうと共有倉庫っていうようなところですよね。あ、なるほどなるほど。ちょっとねゴミ箱っぽいんで分かりにくいっていう意見もあるので変えようかなと思ってるんですけど。おお、それはアルファテストで出た意見、ね、はい。なんか扉があるぞ。この扉、はい、この扉何かというと、なんだろうこれ、今ブロック、右側にブロック29って出てるじゃないですか。はい、で他のブロックに行きたいっていう時にこの装置を利用するんですけど、まあ、ブロックって同じようなロビーがこう何十個もあるっていう風な感じで認識してもらえばいいかなっていうところも今40個、今40個、はい、ありますけど、まあ、大体ブロック1がね一番人気なんですけど、ブロックこのバーがですね、はい、人数を示してるんですね。すごくたくさん人がいるブロックに行くと、はい、まあ、いろんなクエストもたくさん受けてる人が、ここに行ってみよう、人がたくさんいるっていう、パーティーも組みやすかったりとか、うん、そうですね。オッケー、ちょっと人のいるところに行ってみたいと思います。さっきはもう全然人がいない通りでしたけど、おお、ほら見て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 、ここはやっぱすごいたくさん人がいます、ね、いっぱいプレイしてる人がいます、はい、やっぱりクエストカウンターの前にすごい溜まってる、いっぱいいますね。ほらほらほら、皆さんすごい、みんなクエストカウンターのところにいます。みんなクエストカウンターで、この人のボタン、はい、すごいね、
ここのパーティーに入ろうかなとか、どのクエストやろうかなみたいな感じでね、見てるんですよね。あのキーボードとマウスっていうのを対応しなきゃいけないっていう部分があって、今まではあのスペースキーを押せばそのまま発言できたりとか、キーボードそのまま打てばも発言できたりとかしてたんですけど、まあ今回 C キーを押さないとちょっと発言できないとかっていうのがあって、その辺でやっぱりあのチャットが今までよりやりにくいとか、ボタンを押して選択しなきゃいけない部分とか、通常笑顔、これはなんかやっぱり要望がたくさんあるところを対応していきたいなと思ってますけどね。おー出てきた。おカットイン、すごいかわいいかわいい。これ私すごい好きだったんです、カットイン。正面から でいろいろこれから遊び始めます。本当にアルファテスト中なので、ただ単にこう私が喋ったら変な子だなってみんな思ってたから、テストレンジでやっとこう。してみる。おーかわいいじゃん、かわいい。ちょっと通信っぽい感じ、これなんだ。あーこれは PSP でプレイしてる時にもいっぱいやったぞ。ちょっとね、これをこうしとこうかな。座る。まだクエストに出る前の段階ですけれども、あ、見えない、十分これで楽しんで遊んでました。だからやっぱロビーの、はい、ロビーだけのコミュニケーションでもある程度遊べる部分っていうのはあって、はい、いろんな人と喋ってるだけだけどね、うん、なんか予想もしないリアクションが返ってきたりとかあるじゃないですか。あ、はい、そういうのがやっぱ楽しいなっていう、まあ、ネットゲームならではのね、であると思うんですけどね。笑う。で大事なことなんですけど、はい、今回そのこういうロビーアクションってできるんですけど、はい、暫定的に PSU のロビーアクションを使ってるんですよね。あ、はい。で、まあ、今回じゃなくて、まあ、今後のテストでは多分これ取り直して、うん、いろんなモーションができるようにしようかなと思います。PSU のモーション、PSO のモーションでこういうのが良かったなっていうので、はい、使ってほしいっていう意見もあるんですけど、できるかな。あ、かわいい。かわいい。あ、隣の人が踊ったり座ったりしてる。例えばだよ、例えばいろいろ試して踊ってるじゃん。このダンスのモーションも、うん、じゃもしかしたら新しくなるかもしれない。ダンスしたまま。そうですね。もっともっと、なんつうの、今風のダンス。今風のダンス。ね、僕これももうね、6年前に撮った。踊りましょうとかやったら。あ、かわいい。面白いのはやっぱカットインの時に。自分がこう動いてる、かわいい、はい、その動いてるのもちょっと反映される。すごい人がいっぱい集まってきた、うんうん、あ、逃げちゃった。ちょっと新しい周りの人が逃げちゃったよ。面白い、すごい、なんか一人で踊ってる。まあ私はこれダンスしたまんまカットインで喋ってた、うん、あ、踊ってくれた、踊ってくれた。なんだろう、すごいキャラクターの表情っていうか、やった、色っていうか、動きというか、すごいなんかこう命みたいな感じはすごい私は感じました。本当に生き生きした感じはありますね。そうですね、動いてるって。ありがとうございます。こうやってなんかちょっと踊りましょうよみたいなこと言うと、ノリのいい人が反応してくれるみたいなのがやっぱりいいですよね。はい、ほら、あ、ちょっと見えなくなっちゃった。こうしたら見える。若干迷惑かなみたいな。ここ一番混んでるぞ。すごい、このクエストカウンターの前で踊っているっていう。これ止まった時のアクションもすごい細かいですよ。なんかズッっていう。そうね、あの止まるとザザーってなって、はい、本当にちょっと煙が出るじゃないですか。はい、で面白かった要望として、はい、あのここザザーって煙が出るのが、ここロビーは掃除されてません。掃除をしてください。
スナポコニが要望が来てました。面白い。ぜひね、次回のテストまでには掃除をしておきたいと思ってます、ね、これもこれで面白いですけど ね、 ね、はい、はい、というわけで、はい、まあ、これからクエストに行ってもらうんですけども、はい、まあ、今日はこれぐらいにしておいてやるわっていう、ね、しといてやるわ、はい、3つの革命のうち、はい、まあ、キャラクタークリエイトっていう部分と、はい、まあ、あと冒険に出る前のロビー、はい、その辺を見てもらったんですけど、はい、どうでした？いやもう本当にまだその戦いには出てないんですけど、はい、うん、すごい遊んだ感じがしました。これだけでお腹いっぱいみたいな。もういやもうさらにきっとね、こう冒険に出たら楽しいことが待ってるんでしょうけど、はい、うん、なんだろ こうオンラインだからこそできる交流とか、うん、そうですね、あと本当に細かくキャラクタークリエイトできるからこそ楽しめる部分っていうのがすごいいっぱい見えてきて、うん、あと映像も綺麗だったじゃないですか、うん、私あれにびっくりしました、まあ、やっぱりあの PSP とかね、はい、それじゃあできない部分っていうのがかなり今回できるようになってるんで、うん、そういう意味ではもう自分のキャラクターっていうのをどこまででも追求できるっていう楽しさはすごいあると思うんですよね、はい、あと個人的にちょっとすごく楽しかったのが、うん、あのバストの調整ができたところがまあね、なんか自分に似せたキャラクターっていうのも作れるっていう部分もあるし、はい、まあ、こう理想の女の子とか、うん、理想の男性像みたいなとかっていうのも作り出せるっていうところはありますよね。すごい楽しかったです、はいはい、それではじゃあ次は、はい、ついにクエストを、ね、次回は冒険に出てですね、はい、さらにその3つの革命のうちの無限の冒険っていうのと、はい、最高峰のアクションっていうのを体験してもらおうと思います、うん、はい、ではあの次回もまたプレイした映像を持ってくるので、はいはい、一緒に見ながらお話を聞かせてください、はい、それではそろそろお別れしましょう、はい、本日のお相手はのっちことのたりさとプロデューサー酒井さとしでした。それでは最後に、はい、あの言葉をあの言葉を言いましょう、はい、はい、いきますよ、はい、終わりなき冒険を今再びファンタシースターオンライン2。バイバーイ。